続きまして文部科学省研究振興局参事官情報担当原克彦氏よりシンギュラリティと行政という題でお話しいただきます。原さんの略歴についてご説明いたします。原さんは平成4年に当時の科学技術庁に入庁いたしました。ライフサイエンス分野をはじめとした各研究の振興に取り組み、また科学技術振興機構の制度設計や組織改善を担当されました。平成29年より現職にて人工知能をはじめとする情報分野の科学技術の振興、若手研究者の育成のための政策立案に取り組んでいらっしゃいます。また、こちらの講演に関して資料の撮影は可能なのですが、公衆の目に触れる場で活用される場合は事前に原さんへご連絡をお願いいたします。それでは原さん準備よろしいでしょうか。はい、それではよろしくお願いいたします。ご紹介ありがとうございました。文部科学省で、研究振興局の情報担当参事官というのを、しております原と申します。私は去年の4月から、このポストについておりまして、こてこての役人でありますので、研究をサポートしているという立場でありますけれども、全くの行政官ということで今日の話を聞いていただければと思います。でまず簡単に私の仕事が 何なのかと、あと私がどんな経験をしてきたのかというのを、これからの話のご参考までに紹介させていただきたいと思いますけれども、文科省は、皆さん多くの方今が大学で大学院で研究されていると思うんですが、学校に関することですとか、あるいは研究に関することというのを仕事としています。で私が所属しております研究振興局というのは、例えば科研費とかライフサイエンスとか、そういう大学あるいは国の研究機関で行う研究をサポートするようなお金を出したり仕組みを作ったりというのをしてまして、私が具体的にやっている情報担当の参事官というのはそれの情報分野であるということ、でその情報分野の研究開発の進行、皆さん大学とか研究機関で研究を進めていただくために予算を用意したいということがあるわけですけれども、具体的な中身としては今 AI が非常に力を入れてやっている分野ということ、それから IoT ビッグデータという情報学情報科学技術分野の研究を支えるような仕事をしています。それからもう一つはその研究を進めるにあたっていろんなインフラが必要で、国がその一括して整備した方がここの研究機関とか研究者の方々がやっていただくよりも効率的にいくだろうといったようなものとして、例えば使われている方がいるかもしれませんが、サイネットという学術情報ネットワークを整備をするといったようなこと、それからこれは一時期事業仕分けで1番2番じゃダメなんですかということで話題になってもうかなり時間が経ってますけれども、相変わらずスーパーコンピューターの経営というものをやってます。でこういったインフラは徐々に改善をしながら研究を進めていただくというのをやっているというのが大きな仕事になります。で私自身は先ほどご紹介いただきましたように平成4年1992年に昔もう若い方々こんな役所があったというのは知らないかもしれませんけれども、科学技術庁という役所があって、でもともと理系のバックグラウンドでありますけれども、人工知能とかとは全く関係ないような、ライフサイエンス生物学を、勉強して役員になったということであります。でいろんな役所に出向したり、大使館に出向したりして、大学での仕事の経験もしたりして、今文科学省という役所で、今の情報担当の参事官をしているといったようなことで、見ては分かっていただく通り、コテコテの、役人で、役人のキャリアパスとして、いろんなところに出向しながら、その役所の中で、いろんな仕事をしていくといったようなことであります。で、こういった中でその今日の話題のシンギュラリティ、今日このことについて話せというお題をいただいたときに一体何を話をしようかというふうに考えました。実際その役所の中でシンギュラリティが来るのか来ないのかとか、あるいはシンギュラリティというのはここで言うのは比較的狭い意味で、そのコンピューターが人間を凌駕して自己再生を始めるというようなことだって、考えていただければと思いますけれども、そういった意味でのシンギュラリティが来るのか来ないのか、あるいは来るとしたらいつのかというのは役所の中では具体的にはまだ話をするような段階ではないというふうに思っています。行政ではその本当に来るのか、あるいは来るとしたらいつなのかというのはまだ分からない。
で、これは、まあ、定義をどうするのか次第だとは思いますけれども、まあ、専門家の間でもそのシンギュラリティというのが本当に来るのか来ないのかというのは、まだ我々聞いている範囲では、まあ、議論が分かれているのではないかというように感じているという状況です。ただし、まあ、そのシンギュラリティが来るのか来ないのかにかかわらず、何かやるべきことはあるだろうというのが、まあ、一般的なリアクションの中でもそうですし、まあ、国民とか、あるいは皆さん方の間でも、それは考えるところだと思います。で、実際今やっているのは、まあ、シンギュラリティの以下は別にして、例えば人工知能ですとか、あるいは先ほどお話ありましたけども、ライフサイエンスで、ゲノム編集みたいなこと、あるいは、遺伝子の配列を調べて、まあ、それを医療に生かすといったような研究は、まあ、当然進めていくということ、それから、もう一つは、人材を育成していくということで、まあ、皆さん方のような研究者に進むような、進んでいただけるような環境を整備したり教育内容を考えたりということ、それからもう一つは、その人工知能あるいはシンギュラリティが来るかもしれないことを見据えて、今の段階で法律あるいは倫理上の何か今から手を打っていくべきような問題があるのかないのかといったようなことは、まあ、我々として今の段階で考えているということであります。で、一つご紹介させていただくと、研究の分野では政府全体で、先ほど大沢さんの方から若干話し触れていただきましたけれども、安西雄一郎先生という、まあ、元慶応の慶応義塾の総長、塾長で、今は科研費とか、学信の特別研究員とかの制度を運用しております学術振興会 JSPS の理事長の安西先生をペットにして、政府の中で、人工知能の技術開発をどうしていこうかといったような検討の枠組みができております。安西先生をヘッドに、まあ、各情報分野の研究者の方とか、まあ、民間の経団連の方も含めて、有識者で議論をしながら、日本の人工知能の研究開発の大枠をどう進めていこうかといったようなことを考えているということであります。で、これが立ち上がったのが、まあ、まさに、もう一昨年ですかね、2016年の4月からで、ほぼ丸2年度にわたって2カ年にわたって議論をしてきたということで、その成果として2017年の3月に人工知能の研究開発目標と産業化のロードマップといったようなものを、これは政府の研究開発の大きな方針として打ち出しているということで、まあ、詳細はもしご関心があればホームページとかで検索していただければと思いますけれども、政府全体で、まあ、現在の日本の社会的課題と技術開発の動向を踏まえて、まあ、こういった分野に日本として力を入れていくべきではないかといったようなことを議論して決めているということがあります。で、具体的に役所の中で、まあ、どういった体制でその人工知能の研究開発を進めているかということでありますけれども、私がいるのは文部科学省というところで、まあ、文部科学省は自分のところで、まあ、監督しております理化学研究所とか、あるいは大学のそれぞれの先生方に、まあ、研究をしてもらうための、まあ、研究費を出すといったようなこと、それから、まあ、この情報通信分野では総務省経済産業省もそれぞれ、お金を出したり、あるいは自分のところが監督している研究機関で研究をするということで、まあ、総務省は NICT 情報通信研究機構、それから経済産業省は産業技術総合研究所にそれぞれ人工知能の研究センターを置きながら研究をしているということで、まあ、この3省が今は協力をしながら研究面とその研究を具体的にどう進めていくかといったようなことを相談したら決めていくという体制になっています。それからもう一つ、法的あるいは倫理的な面の検討ということで、これはまだ議論が始まったばかりではありますけれども、先ほど出てきた総務省の中に、有識者会議というものが置かれて、これが、去年の7月に今後 その AI の開発のガイドラインの案というものを打ち出しました。これは、まあ、有識者の中で議論してもらって、これからそのガイドラインが検討するにあたって、まあ、一つのたたき台といいますか、これをそのままガイドラインにしようというわけではなくて、将来的にガイドラインを考えるにあたっての、まあ、柱
おっしゃられていますが、一つの参考材料として、掲載されたというものであります。ただまだこれは一つ議論になっているところでございまして、こういう人工知能みたいなところに法的な規制とか、あるいはこれはガイドラインなんて完全な規制ではないですけれども、まあ、こういったような足かせ、特に民間企業とか研究機関に対して足かせをはめるようなことを今やるべきかといったようなことは議論になっています。これは行政をしていく中で、まあ、常に悩ましいところではあるんですけれども、例えば生命科学の分野でもいろいろ法律で、生殖医療に関する規制とか、あるいは、それにこう人の細胞を使った研究に対する規制というものはガイドラインなり、あるいは法律で置かれているという状況になります。でこういった枠組みをこの、人工知能の分野で、やるべきかどうかといったようなものは、議論になっていて、特に、民間企業の方からはですね、こういったものは、例えば日本だけが独自の規制を設けてしまうと、これから研究開発とかビジネスに大きな影響が出るだろうということで、議論になってますので、これがそのままガイドラインそのものとして、こういった形で近い将来できるのかどうかといったようなことはまだわからないということであります。で、これが今までやっているような政府とシンギュラリティとの関係の取り組みということでありますけれども、これから、政府として、どう進めていくのかということであります。で先ほど出てきました人工知能技術戦略会議でありますけれども、先ほど の説明では、文科省、経産省、それから総務省の研究機関が連携をしながら人工知能の研究を進めていくといったようなお話をさせていただきましたけれども、この次のステップとして、例えば健康とか医療の分野の関係で厚労省、それから農業の分野での応用として農林水産省、それから交通とか建設の分野でも人工知能が使われるということが期待されておりますので、国土交通省というものと政府全体の総合調整をすることになっております内閣府の総合会議とイノベーション会議というのがあるんですけれども、そういったところが全体として政府全体の政府としての人工知能の研究開発をより応用側も見据えながら進めていこうという体制に去年の12月から新たな体制になっています。それがこの図でいうところの赤いところで書いたところで、事務局が全体で7府省に拡大したということであります。でその中で内閣府のいろいろな大きな研究プロジェクトがあります。お話聞かれたことがある方もいらっしゃると思いますけれども、戦略的イノベーション創造プログラム SIP というやつですとか、あるいは、来年度からはプリズムという官民研究開発投資拡大プログラムというものをスタートさせていくということであります。でこの SIP とかプリズムというのは必ずしも人工知能分野の研究開発をするためのプロジェクトではありませんけれども、いくつかこの枠組みの中で、プロジェクトが始まることになっておりますので、そのうちの、少なくとも一部は人工知能を活用した、研究プロジェクトになったということであります。でそのうちの一つの、SIP というもので、これは政府のこういう研究プロジェクトではかなり大きな金額、そこに書いてございますけれども、平成26年から5年間という計画で全部で10課題、それが10課題合計で1年あたり325億円という大きなお金を使って、進んできております。でこれは細かくは説明しませんけれども、このうちの一つに例えば自動走行ですとか、あるいはサイバーセキュリティといったような課題が含まれておりますが、これが平成30年度、年度で言えば来年度に終了してしまうので、その後継となるようなプロジェクトを29年度の補正予算を使って、一部30年度から来年度に新規並行して実施するといったようなことで、今次の課題の検討というのを政府全体としてはしているということ、それからもう一つのプリズムという方の大きなプロジェクト
ということですけれども、このプリズムについては平成30年度から開始するということで、3つあるプロジェクトのうちの1つが、先ほど出てきましたけれども、安西雄一郎先生が一番左側ですが、革新的サイバー空間基盤技術ということで、これも人工知能を活用した、あるいは人工知能を使うような技術開発について政府全体で検討を進めていこうということになっています。で、研究の分野は政府全体でがっつりやっているところでありますけれども、文科省のもう一つの役割として、人材育成ということであります。で、人材育成、例えば小学校から、あるいは幼稚園の段階から、早ければそういうところから対象になるわけですけれども、なかなかその例えば小学生が大学を卒業して就職するまでの間に、10年から20年という時間がかかる中で、今何を教えておくべきかというのは常に議論になるところでありますけれども、今のこれからの新しい学習指導要領では、小学校の段階でプログラミング教育を実施しようということ、それから高等教育レベルですね、大学あるいは大学院レベルではデータサイエンティストの育成のための授業ですとか、あるいはそもそも工学教育全体の中で情報分野の教育を必ず少なくとも一定程度は受けるようにしようというようなこと、それからここにいらっしゃる方々のような研究者あるいは研究者の卵のような方々については、これからの技術開発あるいは研究を支えていくということで、トップレベルの人材育成というようなこと、これをそれぞれ、引き続き進めていくということであります。で、ただ一方で、こういう既存の枠組みの中で、いろんな制度とか仕組みを進めておいてもいいのかと、シンギュラリティということで、先ほどの話がありましたけれども、これまで の既存の、社会とか、あるいは場合によっては政府の仕組みを大きく変える可能性があるというような状況になっています。でそういった中で、今までの延長線上で、いいのかということを、省全体でも、問題意識を持っておりまして、今文部科学大臣林芳正という国会議員の先生に、が文部科学大臣を務めておりますけれども、その文部科学大臣のもとに、外の有識者に来ていただいて、大臣の懇談会、あるいはこれは右側の方はタスクフォースという方は文部科学省の中の職員がやっておりますけれども、そういった職員同士での議論ということで、新たな時代 その教育制度とか文部科学省の役割の見直しといったようなものも議論しているところであります。で、こういった中ではどういう制度に結びつくか、今後 そのシンギュラリティあるいは社会がどうなっていくかというのは必ずしも、はっきり役所として展望があるわけではありませんけれども、例えばいろんな技術が進んでいけば学校がいらなくなるんじゃないかというようなこと、これは文部科学省としてはその文部科学省自体の役割のかなりの部分がなくなってしまうということもあるわけですけれども、そういった教育の仕組みとかあるいは学校の仕組みといったようなものまで遡って、これからの時代の教育ですとかあるいは研究のあり方というのを考えていこうといったようなことであります。で、今これは文部科学省だけではなくて、政府全体で、半ばスローガンになっていろいろ技術開発とかいろんな制度設計というのを進めておりますというのが、ソサエティ 5.0 と、先ほど第4次産業革命とかいうのがありましたけれども、政府全体で一応統一的に言っているのが、ソサエティ 5.0 ということで、ソサエティ 1.0 が狩猟、それから農耕工業情報社会を踏まえて、これからはソサエティ 5.0 を目指していくべきだというのが、内閣の指導で言われていると。で、この肝はサイバーとフィジカルを融合させて人間中心の社会を作っていこうということで、これまでの情報社会とも違った新たな社会を目指していくということであります。で、これもホームページで公表されている資料でありますけれども、こういう社会を実現することで、経済発展、人口が減っていく中でも経済発展と、いろいろ少子高齢化とかエネルギーの問題とかいったような社会的な課題を解決していくということで、最終的にはその
人間が中心となって生活できるような社会を作っていくといったようなことを想定して、今いろんなことを進めているということでございます。私からの話は以上とさせていただきます。どうもありがとうございました。